うまいのか、えー？ラジオネームみやこ私は高校2年です。思ってた高校生活とは全く違いました。えー、ドラマや漫画のような声ができると思ってました。これが普通なのでしょうか？それとも私の努力不足なのでしょうか？どうなんでしょうか？えー、っと普通です。<laughs> ないですよ。ドラマや漫画のような恋はで、だそれはドラマや漫画のような恋と思うのかどうかってことですけど、リアルに考えてくださいよ。 ドラマみたいな恋をしてたら、むっちゃ疲れますよ。もう、まあ、例えばその、彼氏がね、トラックの前に飛び出していって、<laughs> で、したらどう思いますもう偉い騒ぎですよ。<laughs> おいっつって、お前死ぬところやろー言ってトラックの人と喧嘩なって、警察バンバン来て、<laughs> もう、うちの彼氏が、あ、うちの彼氏が悪いことみたいな。あれはドラマだから成り立つんですよ。でも、そうやって、あの、ドラマや漫画は、そういう夢を与えてるんです。皆さんに。ただ、ドラマのような恋愛ってあんまないのかもなとか、思って、リアルなこう恋愛生活というか、をしてみると、それはそれで、いいんだなと思うんじゃないですかね。 だからね、何なんですかね、友達の話とか聞いててもね、喧嘩して、彼女が、あの、裸足のまま、家飛び出していった、みたいな。あの、それドラマって結構あるじゃないですか。もう喧嘩して、何よってバーンって家の中にガーンってやって、そのまま泣きながらブワーって外に行って、で、おいっつって追いかけていって、 で、ちょっと待ってよって言ったら、ちょうど雨降り出して、みたいな。あんなもう偉いことですよ。もう帰ってシャワー浴びなあかんし。なんかそんなんに憧れて、じゃないけど、そういうことをしたらいいんやと思うのはちょっとダメですよね。ちょっともっとちゃんと、建設的に話し合おうよ、っていう。<laughs> 俺ドラマやってる奴がこんなん言ったらあかんよね。<laughs> でもまあ普通よね、それが。だから、そういう恋をしてる人の方が少数なんじゃないでしょうか。まあだから、でもそういう恋愛ができるように自分を磨くっていうのはありなのかもしれないですね。続いてまいります。愛知県ラジオネームもも子。え、先日、女友達4人で、え、ラブホ女子会をしました。 大きなスイートルームを貸し切り、ドレスアップしてシャンパンでお祝いしたり、ジャグジーに入ったり、とても楽しみました。え何枚か撮った写真の中の一枚なのですが、最近のアプリの怖さを知りました。なんと、写真アプリでバストアップができる事態なのです。試しにやってみたので、えビフォーアフターをぜひ見てみてください。また、ラブホで何をしてるんだ。えこれがビフォー で、アフタービフォしか開けなかったらしいです。<laughs> なので、あのー、普通の胸が、普通の胸だけ見させられるっていう。<laughs> 水着着てんのかなな、なんなんやろ、ラブホ女子会って。とりあえずラブホに泊まって、女子会するお泊まり会みたいなことか。 ただこの最近のアプリの怖さを知られなかったので、コメントのしようがないで、なかったです。すいません。<laughs> 続きまして、ラジオネームマリ。えー、私は一人暮らしをしているのですが、前に一人暮らしをしている人は、あと何日両親に会えるのかという記事を見たことがあります。 え、両親の寿命を80歳とします。月に1回帰り、会うとすると1年に10 12日。寿命の80から親の年齢を引き、出た数に1年に会える12日をかけると、両親に会える残りの日が出るんです。私は22、親は53。計算してみると、324日であと1年も会えないことになるんです。これを知ってすごく寂しくなったと同時に、もっと帰って両親に会って話して笑って楽しい時を過ごさなくちゃなと改めて感じました。 え普通のお仕事と違ってお休みも少なくお忙しいと思いますが、大倉くんもぜひお父さんお母さんに顔見せに帰ってあげてください。なるほどね。こんな計算しちゃったか。こんな計算しなくていいんだよ。だって、それまではもうい、家出るまでは、もう20年近く親と過ごすわけでしょだから一人暮らしして就職して家を出るっていうことは、 独り立ちをするってことなんですよ。もちろんね、親孝行っていう意味でも帰ってあげなくちゃいけないのかもしれないですけど、だから僕1年に1回しか帰ってないからもっと少ないことになるでしょじゃ、そんなんもう、すごい毎日寂しい思いして過ごさなくちゃいけないじゃないですか。だから、こう仕事を頑張るっていうことが親孝行なんだと、思って、だからこの324回っていうのは、 あのー、すごい多いかもしんないですよ。社会人のとっちゃ。うーん。だからまあ、あと一年ってもうね、トータルして考えると寂しいのかもしんないですけど、その間、だって何十年とあるわけですから、電話もできるし、こういう計算式を出したのは誰だよ。これだって、すごい、ポジティブに考えたポジティブですけど、ちょっとネガティブにさせますよね。 気持ち的に。では僕はね、こう、ネガティブにさせるようなことをするのは嫌なんですよね。そういうことする人は。でもこれ多分きっと頭がいい人が考えたんでしょうけど、嫌だなぁ <laughs> <laughs>、えー。こんな感じで僕にメールをください、えー。どんなことでも OK です。オープニングのクイズもお待ちしております。えー、受付メールアドレスは K、